千代女、太宰治。朗読、ケリー白鳥。女は、やっぱりダメなものなのね。女のうちでも、私という女一人が、ダメなのかもしれませんけれども、つくづく、私は、自分をダメだと思います。そう言いながらも、 また、心の隅で、それでも、どこか一つ、いいところがあるのだと、自分を頼みにしている、頑固なものが、根強く、黒く、わだかまっているような気がして、いよいよ自分が、わからなくなります。私は、今、 自分の頭に錆びた鍋でもかぶっているような、とっても重苦しい、やりきれないものを感じております。私はきっと頭が悪いのです。本当に頭が悪いのです。もう来年は19です。私は子供ではありません。 十二の時に、柏木のおじさんが、私の綴り方を、青い鳥に投稿してくださって、それが一等に当選し、選者の偉い先生が、恐ろしいくらいに褒めてくださって、それから私は、ダメになりました。あの時の綴り方は、恥ずかしい。 あんなのが本当にいいのでしょうかどこが一体良かったのでしょうお使いという題の綴り方でしたけれど、私がお父さんのお使いでバットを買いに行った時のほんのちょっとしたことを書いたのでした。タバコ屋のおばさんからバットを5つ受け取って、 緑の色ばかりで寂しいから一つお返しして朱色の箱のタバコと変えてもらったらお金が足りなくなって困った。おばさんが笑って後でまたと言ってくださったので嬉しかった。緑の箱の上に朱色の箱を一つ重ねて手のひらに乗せると桜草のようにきれいなので私は胸がドキドキして とても歩きにくかった。というようなことを書いたのでしたが、なんだかあまり子供っぽく甘えすぎていますから、私は今考えるとイライラします。また、そのすぐ次に、やっぱり柏木のおじさんに勧められて、かすが町という綴り方を投書したところが、今度は投初欄ではなしに、 雑誌の一番初めのページに大きな活字で掲載されておりました。その、春日町という綴り方は、池袋のおばさんが、今度練馬の春日町へお引っ越しになって、庭も広いし、ぜひ一度遊びにいらっしゃいと言われて私は、6月の第一日曜に、駒込駅から商船に乗って、池袋駅で東上線に乗り換え、 練馬駅で下車しましたが、見渡す限り畑ばかりで、春日町はどの辺か見当がつかず、野良の人に聞いてもそんなところは知らんというので、私は泣きたくなりました。暑い日でした。リアカーにサイダーの空き瓶をいっぱい積んで引いて歩いてる四十くらいの男の人に最後にお尋ねしたら、 その人は寂しそうに笑って立ち止まり、ダクダク流れる顔の汗をネズミ色に汚れているタオルで拭きながら、カスガ町、カスガ町と何度もつぶやいて考えてくださいました。それからこう言いました。カスガ町は大変遠いです。そこの練馬前から東上線で池袋へ行き、 そこで商船に乗り換え、新宿駅へ着いたら、東京行きの商船に乗り換え、水道橋というところで降りて、と大変遠い道のりを不自由な日本語で一生懸命に説明してくださいましたが、どうやらそれは本郷の春日町に行く順路なのでありました。お話を聞いて、そのお方が、 朝鮮のお方であるということも私にはすぐにわかりましたが、それゆえ一層私にはありがたくて胸がいっぱいになったのでした。日本の人は知っていても面倒なので知らんと言っているのに、朝鮮のこのお方は知らなくても何とかして私に教えてくださろうとして汗をだらだら流して一生懸命におっしゃるのです。 私は、おじさん、ありがとう、と言いました。そうして、おじさんの教えてくださった通りに、練馬駅に行き、また登場船に乗って、うちへ帰ってしまいました。よっぽど、本郷の春日町まで行こうかしら、と思いました。家へ帰ってから、なんだか悲しくて、具合の悪い感じでした。私は、そのことを正直に書いたのです。 すると、それが雑誌の一番初めのページに大きい活字で印刷されて大変なことになりました。私の家は滝野川の中里町にあります。父は東京の人ですが、母は伊勢の生まれであります。父は私立大学の英語の教師をしています。私には兄も姉もありません。体の弱い弟が、 一人あるきりです。弟は今年私立の中学へ入りました。私は私の家庭を決して嫌いではないのですが、それでも寂しくてなりません。以前は良かった。本当に良かった。父にも母にも思う存分に甘えて、おどけたことばかり家中を笑わせておりました。弟にも優しくしてあげて、 私は良い姉さんでありました。それが、あの、青い鳥に綴り方を掲載させられてからは、急に臆病な嫌な子になりました。母と口喧嘩をするようにさえなりました。春スガ町が雑誌に載った時には、その同じ雑誌には、戦者の岩見先生が私の綴り方の 2倍も3倍も長い感想文を書いてくださって、私はそれを読んで寂しい気持ちになりました。先生が私に騙されているのだと思いました。岩見先生の方が私よりもずっと心の美しい単純なお方だと思いました。それからまた学校では受け持ちの沢田先生が綴り方のお時間にあの雑誌を教室に持ってきて、 私の春日町の全文を黒板に書き写し、広く興奮なされて、一時間鹿に飛ばすような声で私を褒めてくださいました。私は息が苦しくなって、目の先がもやもや暗く、自分の体が石になっていくような恐ろしい気持ちがいたしました。こんなに褒められても、私にはその値打ちがないのがわかっていましたから、 この後、下手な綴り方を書いて、みんなに笑われたら、どんなに恥ずかしくて辛いことだろうと、そのことばかりが心配で、生きている気もしませんでした。また、沢田先生だって、本当に私の綴り方に関心なさっているのではなく、私の綴り方が雑誌に大きい活字で印刷され、有名な岩見先生に褒められているので、 それであんなに興奮していらっしゃるのだろうということは子供心にも大抵察しがついておりましたから、なおのこと寂しくたまらない気持ちでした。私の心配はその後果たして全部事実となって現れました。苦しい恥ずかしいことばかり起こりました。学校のお友達は 急に私によそよそしくなって、それまで一番仲の良かった安藤さんさえ、私を一葉さんだの、紫式部様だのと、意地の悪い、あざけるような口調で呼んで、ついっと私から逃げていき、それまであんなに嫌っていた奈良さんや今井さんのグループに飛び込んで、遠くから私の方をちらちら見ては、何やら囁き合い、そのうちにわーいと、 みんな一緒に声を合わせて、けびた生やし方をいたします。私は、もう一生、綴り方を書くまいと思いました。柏木のおじさんにおだてられ、うっかり投書したのがいけなかったのでした。柏木のおじさんは、母の弟です。ヨドバシの区役所に勤めていて、 今年は34だか5だかになって赤ちゃんも去年生まれたのにまだ若い者のつもりで時々お酒を飲みすぎてしくじりをすることもあるようです。来るたびごとに母から少しずつお金をもらって帰るようです。大学へ入った頃には小説家になるつもりで勉強して先輩の人たちにも期待されていたのに 悪い友達がいたために行けなくなって大学も中途で良してしまったのだと母から聞かされたことがあります。日本の小説でも外国の小説でも随分たくさん読んでいるようであります。七年前に私の下手な綴り方を無理やり青い鳥に投書させたのもこのおじさんですし、それから七年間何かにつけて私をいじめているのも このおじさんであります。私は小説を嫌いだったのです。今はまた違うようになりましたが、その頃は私のたわいもない綴り方が雑誌に二度も続けて掲載させられて、お友達には意地悪くされるし、受け持ちの先生には特殊な扱いをされて重苦しく、本当に綴り方が嫌になって、それからは柏木のおじさんからどんなにうまくおだてられても、 決して投書しようとはしませんでした。あまりしつこく進められると、私は大声で泣いてやりました。学校の綴り方のお時間にも、私は一時も一行も書かず、綴り方のお帳面に、丸だの三角だの、姉様の顔だのを書いていました。沢田先生は私を教員室にお呼びになって、慢心してはいけない、自重せよ。 と言って、お叱りになりました。私は悔しく思いました。けれども、間もなく小学校を卒業してしまいましたので、そのような苦しさからは、どうやら逃れることができたのでした。お茶の水の女学校に通うようになってからは、クラスの中で、私のつまらない綴り方の当選などを知っていた方は、一人もおりませんでしたので、私はほっとしたのです。作文のお時間にも、 私は気楽に書いて普通のお点をもらっていました。けれども、柏木のおじさんだけはいつまでもうるさく私をからかうのです。うちへいらっしゃる旅ごとに3、4冊の小説の5本を持ってきてくださって読め読めというのです。読んでみて私には難しくてよくわかりませんでしたので大抵読んだふりしておじさんに返してしまいました。 私が女学校の三年生になった時、突然、青い鳥の詮者の岩見先生から、私の父に長いお手紙が参りました。惜しい才能と思われるから、とかなんとか恥ずかしくて、とても私には言えませんけれども、なんだかひどく私を褒めて、このまま埋もらせてしまうのは残念だ。もう少し書かせてみないか。発表の雑誌の世話をしてあげる。 というようなことをもったいない丁寧なお言葉で真面目におっしゃっているのでした。父が私にそのお手紙を黙って渡してくださったのです。私はそのお手紙を読ませていただき、岩見先生というお方は本当に厳粛な良い先生だとは思いましたが、その裏にはおじさんのおせっかいがあったのだということも、そのお手紙の文面ではっきりわかるのでした。 おじさんはきっと何か小細工をして岩見先生に近づき、こんなお手紙を私の父にお書きくださるように様々計略したのです。それに違いないのです。おじさんがお頼みになったのよ。それに決まってるわ。おじさんはどうしてこんな怖いことをなさるのでしょう。と泣きたい気持ちで父の顔を見上げたら、父もそれは、 ちゃんと見抜いていらっしゃった様子で小さくうなずき、柏木の弟も悪い気でやっているのではないだろうが、こちらでは岩見さんへなんと挨拶したものが困ってしまう、と不機嫌そうにおっしゃいました。父は前から柏木のおじさんをあんまり好いてはいなかったようでした。私が綴り方に当選した時なども、母やおじさんは、 大変な喜び方でありましたけれども、父だけはこんな刺激の強いことをさせてはいけないとか言っておじさんをお叱りになったそうで、後で母が私に不満そうに言い聞かせてくれました。母はおじさんのことをいつも悪く言っていますが、そのくせ父がおじさんのことを一言でも悪く言うと大変怒るのです。母は優しく賑やかないい人ですが、 おじさんのことになると、時々、父と言い争いをいたします。おじさんは、私の家の悪魔です。岩見先生から丁寧なお手紙をもらってから2、二三日後に、父と母は、とうとうひどい言い争いをいたしました。夕ご飯の時、父は、岩見さんがあんなに誠意を持って言ってくださっているのだし、こちらでも失礼にならないように、 私が家族を連れて行って、よく家族の気持ちも説明してお詫びしてこなければならないと思う。手紙だけでは誤解も生じてお気を悪くなさることがあったりすると困るから、とおっしゃったところが、母は節目になって、ちょっと考えて、弟が悪いのです。本当に皆さんにお手数をおかけします。と言って、顔を上げ、ひょいっと右手の小指で遅れ着をかき上げながら、 私たちは馬鹿のせいか、和子がそんなに有名な先生から褒められると、なんだかこの後もよろしくとお願いしたい気が起こってくるのです。伸びるものなら伸ばしてやりたい気がします。いつもあなたに叱られるのですけれど、あなたも少し頑固すぎやしませんかと早口で言って薄く笑いました。父はお箸を休めて、伸ばしてみたってどうにもなりません。 女の子の文才なんて、たかの知れたものです。一時の、もの珍しさから騒がれ、そうして一生台無しにされるだけのことです。家族だって怖がっているのです。女の子は、平凡に嫁いで、いいお母さんになるのが、一番立派な生き方です。お前たちは、家族を利用して、天での共栄心や巧妙心を満足させようとしているのです。と、教えるような口調で言いました。母は、 父のおっしゃる言葉をちっとも聞こうとなさらず、腕を伸ばして私の傍らの七輪のお鍋をドサンと下に下ろして、あちちっと言って、右手の親指と人差し指を唇に押し当て、大熱い、火けどしちゃった。でもね、弟だって悪い気でしているのではないのですからね、と、そっぽを向いておっしゃいました。父は今度はお茶碗とお箸を下に置いて、何度言ったらわかるのだ お前たちは、家族を食い物にしようとしているのだと大きい声でおっしゃって、左手でメガネを軽く押さえ、それから続けて何か言いかけたとき、母は突然、ヒーッと泣き出しました。前かけで涙を拭きながら、父の給料のことやら、私たちの洋服代のことやら、いろいろとお金のことを、とても露骨に言い出しました。父は顎をしゃくって、私と弟に、あっちへ行けというような、 合図をなさいましたので、私は弟を促して勉強室へ引き上げましたが、茶の間の方からは、それから一時間も、言い争いの声が聞こえました。母は普段はとても気軽な、さっぱりした人なのですが、カッと興奮すると、聞いていられないような、極端な荒いことばかりおっしゃるので、私は悲しくなります。あくる日、父は学校のお勤めの帰りに、 岩見先生のお家へお礼とお詫びに上がったようでした。その朝、父は私にも一緒に行くように進めてくださったのですが、私はなんだか怖くて下唇がプルプル震えて、とてもお伺いする元気がなかったのです。父はその晩、7時頃にお帰りになって、岩見さんはまだ お年も若いのになかなか立派なお人だ。こちらの気持ちも十分にわかってくださって、帰って向こうの方から父にお詫びを言って、自分も本当は女のお子さんにはあまり文学を進めたくないのだ、とおっしゃって、はっきり名前は言わなかったが、やはり柏木のおじさんから再三頼まれて、やむなく父に手紙を書いたご様子であった、と父は母と私に語ってくださいました。私は父の手を、 つねりましたら、父はメガネの奥で、そっと目をつぶって笑ってみせました。母は何事も忘れたような落ち着いた態度で、父の言葉にいちいちうなずいて、別に何にも言いませんでした。それからしばらくの間は、おじさんもあまり姿を見せませんでしたし、おいでになっても、私には変によそよそしくなさって、すぐにお帰りになりました。 私は綴り方のことはきれいに忘れて、学校から帰ると、花壇の手入れ、お使い、台所のお手伝い、弟の家庭教師、お針、学科の勉強、お母さんにあんまをしてあげたり、なかなか忙しく、みんなの役に立って張り合いのある日々を送りました。嵐がやってきました。私が女学校4年生の時のことでした。 お正月にひょっくり小学校の沢田先生が家へ年賀にお入れになって父も母も珍しがるやら懐かしがるやらとても喜んでおもてなしいたしましたが沢田先生はもうとっくに小学校の方はおよしになって今はあちこちの家庭教師をしながらのんきに暮らしていらっしゃるというお話でありましたけれども私の感じたところでは失礼ながら のんきそうには見えず、かしわぎのおじさんと同じくらいのお年のはずなのに、どうしても四十過ぎの、いや、五十近くのお人の感じで、以前も老けたお顔のお方でありましたが、でも、この四五年お会いせずにいる間に、二十もお年を取られて、疲れきっているように見受けられました。笑うのにも力がなく、無理に笑おうとなさるので、 頬に苦しい固いシワが畳まれて、お気の毒というよりは、なんだか癒やしい感じさえいたしました。おつむは相変わらず短く丸刈りにしていられましたが、白髪がめっきり増えていました。以前と違って、やたらに私におつい症ばかりおっしゃるので、私はまごついて、それから苦しくなりました。器量が良いの、 人やかだのと聞いていられないくらいに見えすぎたお世辞をおっしゃって、まるで私が先生の目上のものか何かみたいに馬鹿丁寧な扱いをなさるのでした。父や母に向かって私の小学校時代のことをそれはいやらしいくらいにくどくどと語り、私がせっかくいい塩梅に忘れていたあの綴り方のことまで持ち出して、全く惜しい才能でした。 あの頃は僕も児童の綴り方についてはあまり関心を持っていなかったし、綴り方によって同心を伸ばすという教育法も存じませんでしたが、今は違います。児童の綴り方について十分に研究もいたしましたし、その教育法においても自信があります。どうです、和子さん。僕の新しい指導のもとにもう一度文章の勉強をなさいませぬか僕は必ずや、などと。 随分お酒に酔ってもいましたが、大げさなことを片肘張って言い出す始末で、果ては、さあ僕と握手をしましょう、としつこくおっしゃるので、父も母も笑っていながら、内心は並行していた様子でありました。けれども、その時、沢田先生が酔っておっしゃったことは、口から出まかせの冗談ではなかったのです。それから10日ほど経ったら、また司祭らしい顔つきをして、 うちへおいでになって、さてそれでは少しずつ続き方の基本練習を始めましょうね、とおっしゃったので、私はまごついてしまいました。後でわかったことですが、沢田先生は小学校で生徒の受験勉強のことから問題を起こし、辞めさせられ、それから暮らしが思うようにいかず、 昔の教え子の家を歴訪しては、無理やり家庭教師みたいな形になりすまし、生活の方便にしていらっしゃったというような具合なのでした。お正月においでになって、その後すぐに私の母へこっそりお手紙をよこした様子で、私の文才とやら言うものを褒めちぎり、またその頃起こった綴り方の流行、 天才少女とかの出現などを例に挙げて母をそそのかし、母もまた以前から私の綴り方には未練があったものですから、それでは一週に一度くらい家庭教師としておいでくださるようにとお返事して、父には沢田先生のお暮らしを少しでもお助けするためです。と言い張って、父も沢田先生は昔の家族の先生ですから、それはいけないとも言えなかった様子で、 しぶしぶ、沢田先生をお迎えするというような事情だったらしいのでございます。沢田先生は、土曜日ごとにお見えになり、私の勉強室で、ひそひそ、なんとも馬鹿らしいことばかりおっしゃるので、私は嫌でなりませんでした。文章というものは、第一に、天人用派の使用を確実にしなければならぬ。などと当たり前のことを、一大事のように繰り返し繰り返しおっしゃって、 太郎は庭を遊ぶというのは誤り。太郎は庭へ遊ぶというのもやっぱり誤り。太郎は庭にて遊ぶと言わなければいけないのだそうで。私がくすくす笑うと、とても恨めしそうな目つきで、私の顔を穴の開くほど見つめて、ほーっとため息をつき、あなたには誠実が不足している、いかに才能が豊富でも、人間には誠実がなければ、 何事においても成功しない。あなたは寺田雅子という天才少女を知っていますかあの人は貧しい生まれで勉強したくても本一冊買えなかったほど不自由な気の毒な身の上であった。けれども誠実だけはあった。先生の教えをよく守った。それゆえあれだけの名作を完成できたのです。教える先生にしてもどんなに張り合いのあったことでしょう。あなたにもう少し誠実というものがあったならば、 僕だってあなたを寺田雅子さんくらいには仕上げてみせます。いや、あなたは環境に恵まれてもいるし、もっと大きな文章家に仕上げることができるのです。僕は寺田雅子さんの先生よりもある点で進歩しているつもりです。それは特育という点であります。あなたはルソーという人を知っていますかジャン・ジャック・ルソー。生暦1600、いや、生暦1700、1900、 笑いなさいうんと笑いなさいあなたは自分の才能に頼りすぎて死を軽蔑しているのです。昔、シなに眼界という人物がありました。などといろんなことを言い出して1時間ぐらい経つと、ケロリとしてまたこの次のことにしましょうと言って私の勉強室から出て行かれ、茶の間で母と世間話をなさって帰ります。小学校の時に多少でもお世話になった先生のことを、 とやかく申し上げるのは悪いことでございますが、本当に沢田先生はボケていらっしゃるとしか私には思いませんでした。文章には描写が大切だ、描写ができていないと何を書いているのかわからない、などと最も過ぎるようなことを小さい手帳を見ながらおっしゃって、例えばこの雪の降る様を形容する場合と言って手帳を胸のポケットに収め、窓の外で 細かい雪が芝居のようにたくさん降っている様をきっと見て、雪がザーザー降ると言ってはいけない。雪の感じが出ない。どしどし降る。これもいけない。それではひらひら降る。これはどうか。まだ足りない。さらさら。これは近い。だんだん雪の感じに近くなってきた。これは面白い。と一人で首を振りながら感服なさって腕組みをし、 人々とはどうかそれじゃ春雨の形容になってしまうかやはり、さらさらにとどめを刺すかなそうだ、さらさらひらひらと続けるのも一うだ。さらさらひらひらと低くつぶやいて、その形容を味わい、楽しむみたいに目を細めていらっしゃる。かと思うと急に、いや、まだ足りない。ああ、雪はガモに似て飛んで散乱す。か。 古い文章はやっぱり確実だな。我慢とはうまくいったものですね。かずこさん、お分かりになったでしょう。と、初めて私の方へ向き直っておっしゃるのです。私はなんだか先生が気の毒なやら、肉らしいやらで泣きそうになりました。それでも3ヶ月間ほど我慢して、そんなわびしい、でたらめの教育を続けて受けておりましたが、 もう何としても沢田先生のお顔を見るのさえ嫌になって、とうとう父に洗いざらい申し上げ、沢田先生のおいでになるのをお断りしてくださるようにお願いいたしました。父は私の話を聞いて、それは意外だとおっしゃいました。父はもともと家庭教師を呼ぶことには反対だったのですが、沢田先生のお暮らしの一助という名目に負けて、おいでを願うことにしていたのであって、 まさか、そんな無責任な綴り方教育を授けているとは思いもよらず、毎週一度、少しは家族の学科の勉強の手伝いをしてくださっているものとばかり思っていた様子でした。早速母とひどい言い争いになりました。茶の間の言い争いを私は勉強室で聞きながら、思う存分に泣きました。私のことで、こんな騒ぎになって、 私ほど悪い不幸な娘はないという気がしました。こんなことならいっそ綴り方でも小説でも一心に勉強して母を喜ばせてあげたいとさえ思いましたが私はダメなのです。もうちっとも何も書けないのです。文才とやらというものは初めからなかったのです。雪の降る形容だって沢田先生の方がきっと私より上手なのでしょう。 私は自分では何もできやしないくせに沢田先生を笑ったりして何という馬鹿な娘でしょう。さらさらひらひらという形容さえとても私には考えつかぬことだった。私は茶の間の言い,い争いを聞きながらつくづく自分をいけない娘だと思いました。その時は母も父に言い負けて沢田先生も姿を見せなくなりましたが 悪いことが続いて起こりました。東京の深川で、金沢文子という18の娘さんが大変立派な文章を書いて、それが世間の代表判になったのでした。その人の本がどんな偉い小説家の本よりもはるかに多く売れて、一躍大金持ちになったという噂を、柏木のおじさんがまるでご自分が大金持ちでもなったみたいに得意顔で家へやって来られて、 母に話して引かせるので、母はまた興奮して、カズコだって書けば書ける文才があるのに、どうしてこうかねえ。今は昔と違って、女だからとて家に引っ込んでばかりいてはいけない。ひつ柏木のおじさんから教わって書いてみたらいい。柏木のおじさんは沢田先生なんかと違って大学まで進んだ人だから、それは何と言ったって頼もしいところがあります。 そんなにお金になるんだったらお父さんだって多めに見てくれますよ。とお台所の後片付けをしながら大変意気込んでおっしゃるのです。かしぎのおじさんはその頃からまた私の家へほとんど毎日のようにお見えになり、私を勉強室へ引っ張って行って、まず日記を書け、見たところ感じたところをそのまま書いたらそれでもう立派な文学だ。 などとおっしゃって、それから何やら難しい理屈をいろいろと言い聞かせるのですが、私には点で書く気がなかったので、いつもいい加減に引き流していました。母は興奮してはすぐ冷めるたちなので、その時の興奮も一月ぐらい続いて、あとはケロリとしていましたが、柏木のおじさんだけは冷めるどころか、今度はいよいよ本気に、 家族を小説家にしようと決心したとか間側でおっしゃって、家族は結局小説家になるより他はしようのない女なのだ。こんなに変に頭のいい子はとても普通のお山さんにはなれない。すべてを諦めて芸術の道に精進する他はないんだなどと、父の留守の時には大声で私と母に言って聞かせるのでした。母もさすがにそんなにまでひどく言われるといい気持ちがしないらしく、 そうかねそれじゃあ和子がかわいそうじゃないかと寂しそうに笑いながら言いました。おじさんの言葉が当たっていたのかもしれません。私はその翌年に女学校を卒業して、つまり今はそのおじさんの悪魔のような予言を死ぬほど強く憎んでいながら、あるいはそうかもしれぬと心の隅でこっそり肯定しているところもあるのです。 私はダメな女です。きっと頭が悪いのです。自分で自分が分からなくなってきました。女学校を出たら、急に私は人が変わってしまいました。私は毎日毎日退屈です。家事の手伝いも、家団の手入れも、おことの稽古も、弟の世話も、何でもみんな馬鹿らしく父や母に隠れて、こっそり、 はすっぱな小説ばかり読みふけるようになりました。小説というものはどうしてこんなに人の秘密の悪事ばかりを書いているのでしょう。私はみだらな空想をする不潔な女になりました。今こそ私はいつかおじさんに教えられたように私の見たこと、感じたことをありのままに書いて神様にお詫びしたいとも思うのですが、私にはその勇気がありません。 いいえ、才能がないのです。それこそ頭に錆びた鍋でもかぶっているような、とってもやりきれない気持ちだけです。私には何も書けません。この頃は書いてみたいとも思うのです。先日も私は、こっそり筆ならしに、眠り箱という台で、だわいもないある夜の出来事を手帳に書いて、おじさんに読んでもらったのでした。するとおじさんは、 それを半分も読まずに手帳を投げ出し、カズコ、もういい加減に女流作家は諦めるのだね、と興ざめた真面目な顔をして言いました。それからおじさんが私に文学というものは特殊の才能がなければダメなものだと苦笑しながら忠告めいたことをおっしゃるようになりました。かえって今は父の方が好きならやってみてもいいさ、などと気軽に笑って言っているのです。 母は時々、金沢文子さんや、それから他の娘さんで、やっぱり一躍有名になった人の噂を、よそで聞いてきては興奮して、家族だって書けば書けるのにね、根気がないからいけません。昔、加賀の千代女が、初めてお師匠さんのところへ俳句を教わりに行ったとき、まず、ホットトギスという台で作ってみようと言われ、早速様々作ってお師匠さんにお見せしたのだが、 おしそうさんは、これでよろしいとはおっしゃらなかった。それでね、ちよじょは、一晩眠らずに考えて、ふと気がついたら、夜が明けていたので、何心なく、ほととぎす、ほととぎすとて、明けにけり、と書いて、おしそうさんにお見せしたら、ちよじょ、でかしたと初めて褒められたそうじゃないか。何事にも根気が必要です、と言って、お茶を一口飲んで、 今度は低い声で、ホトトギス、ホトトギスとてあけにけり、とつぶやき、なるほどね、うまく作ったものだ、と自分で一人感心しておられます。お母さん、私は千代女ではありません。何にも書けない低能の文学少女、こたつに入って雑誌を読んでいたら眠くなってきたので、こたつは人間の眠り箱だと思った。 という小説を一つ書いてお見せしたら、おじさんは中途に投げ出してしまいました。私が後で読んでみても、なるほど、面白くありませんでした。どうしたら小説が上手になれるんだろうか。昨日私は、岩見先生にこっそり手紙を出しました。七年前の天才少女をお見捨てなくと書きました。私は、 今に気が狂うのかもしれません選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコ・サスペンス」。 人生に潜むミステリアスな空間の数々、おすすめはこちら。よろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。